細胞生物学とは、細胞を研究対象とする生物学の一部にや、すべての生物は細胞からできており、細胞生物学は、生物学の基礎となっている。古典的には、細胞学と呼ばれ、主に細胞内の構造を記載する学問だった。近年は、分子生物学的、生、科学的手法を導入し、細胞生物学という名前で現代生物学の、 仲間入りをしている。細胞学と呼ばれた頃からの伝統で、電子顕微鏡や各種光学顕微鏡を用いた、携帯学的な解析が重要な領域を占め、細胞を構造レベルから理解しようという、研究傾向がよく見受けられる。分子生物学、生科学、遺伝学、生理学、解剖学などの分野と密接に関係し、それらの間との明確な研究分野の壁は、 なくなってきているが、細胞レベルの研究に焦点を当てていることが特徴である。あるいは、手法に軸を置いた、学問体系と研究対象に軸を置いたものに、何らかの形で境界を設けようという発想は、現代生物学においては、ほとんど無意味なのであろう。また、不等分裂や細胞極性等、従来細胞生物学が扱ってきた現象が、発生に、 重要な役割を担っていることが明らかになり、発生生物学とも密接に関連し合ってきている。ありがとうございます。